こんにちは、ギターの上谷です。今回は前回に続いて、カルカッシの25のエチュードから第1番を使って、右手のちょっと応用的な使い方についてお話しします。前回は主にアンカーフィンガーについてお話ししました。前回の動画については説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらもご覧ください。今回は曲の後半を弾きながら、プランティングについてお話しします。後半29小節目からですね。こっからは結構嫌なアルペジオが続きます。嫌っていうのは左手の押さえのことですけど、右手にとってもいい練習課題になります。ここのとこですね。ここのとこです。まずプランティングっていうのはやっぱり英語ですけども、プラントっていうのは植えるとか植え付けるとか、そういう意味ですね。ギターのテクニックとどうつながるのかっていうことなんですけど、英語圏の人に確認したわけではないんですが、私の解釈としては弦をきっちりつかむっていうことかなって思ってます。指を弦に植え付けるっていうとちょっと大げさな感じもしますけど、実際の内容からしてそういうことかなって考えてます。実際の内容っていうのは、今言ったように弦をしっかりつかむっていうことなんですけど、もう少し具体的に言うと、弾く前にあらかじめ指を弦に乗せてセットして準備しておくんですね。そういう弾き方をプランティングって言います。実際にはこんな感じです。また音階の部分に入るので、とりあえずここまでがアルペジオの部分ですね。少し前からいきます。ここですね。今低音のドの音を弾いた時に、もう他の3本の指は高音弦の上に乗せてあります。セットして待機してる状態ですね。でそっからこんな感じで一つずつ弾いていく。まあこれがプランティングっていう弾き方ですね。もう一度ゆっくりやってみると、こんな感じです。低音を弾いてる時にもうすでに高音弦の上に指が置いてある、そんな感じで弾けますね。ここは29小節目から8小節ですね。8小節そんな感じで弾けると思います。でその後最後の部分は、これはまた音階フレーズに入るので、今度はアンカーフィンガーが使えますね。最初のここでね、親指を置いておいて、そのままこれを使って、またここで親指を置いたままにして、こうやってここでもアンカーフィンガーになりますよね。で最後この C のコードを弾いて、そして小音して、まあちょっと同じ弦ではないので弦移動しないといけないですけど、でもちょっと早めにね置いて、これもプランティングでしっかり乗せてから弾くと、まあこうやって弾くと、まあ右手のミスが一つ減るっていうか、まあミスしにくくなる。もう乗せちゃってるわけですからね。ミスしにくくなりますよね。それとタッチ自体がしっかりする、安定するっていうのがメリットですね。こんな感じでプランティングについてご紹介しました。
最初はアルペジオの中で使うプランティング、そして最後の部分は和音を一度に弾く場合ですけど、ここでもプランティングは使えます。あと途中の音階のところではね、またアンカーフィンガーも使えるっていうことですね。まあ今アンカーフィンガーはちょっとまた出てきましたけど、もう一度前回お話ししたアンカーフィンガーについて確認っていうか、ちょっともう一度見ておきたいところがあるので追加でお話ししたいと思います。そんなわけでちょっともう一度最初の方を見直してみます。ここのとこなんですけども、3小節から4小節目ですね。ここ途中でアンカーフィンガーを外してました。4弦に置いてたんですけど、途中で音階が降りてきて親指外さなきゃいけなかったのでそのまま外してましたが、今は途中でこうやって5弦に親指を移してるんですね。さらにここで6弦に移して、そしてここで次の音をそのまま弾けるっていうことですね。こんな風にアンカーフィンガーを少しずつ移動させるっていうやり方もあります。まあこれはケースバイケースでやる余裕があるときはやってみればいいですし、絶対やらなきゃいけないというわけではないので、使えるところでは使っていくっていうようなことでいいのかなと思います。こんな風に、アンカーフィンガーもいろいろ使い方があって、で今回は最初にちょっとね薬指でもやるって言ったんですけど、この曲の中ではちょっと薬指を使うというシチュエーションは出てきませんでしたね。なので親指のアンカーフィンガーとして使う使い方っていうことになります。親指だけでもアンカーフィンガーとして十分いろいろ使えて、むしろ親指がアンカーフィンガーとしては基本になると思います。なので前回の動画の中での実践例を参考にしていただいて練習に取り入れていただければ右手の安定性が増すかなと思います。そんなわけで今回は前回の動画と合わせて右手の使い方のちょっとした応用編ですね。アンカーフィンガーとプランティングっていう右手のテクニックの考え方と、実際にそれを使った右手の安定性を高める練習法についてお話ししました。いかがでしたでしょうか。いつもの通り、ご質問やご意見ご感想など、ぜひコメント欄にお書きください。よろしくお願いします。ではまた皆さん、楽しいギターライフを。